宣言のある大津選手が集結したイベント川崎アウトブレイカーズを開催しております。ここからはですね、第2回目ダブル田中ダブルシティトークショーを送ります。では早速お二人にご登壇いただきましょう。田中裕介さん、拍手お願いします。田中マウロ純一さんです。お願いします。そこに立つの。こまたなんか狙ってる。こっち言うてました。こっち。あ、ユウスケ間違ってる。さあということで、まず最初にお二人の年齢的な関係でお聞きしたいんですけど、どっちか当たり前だけど、田中ユウスケさんの方が上ですよね。僕の方が断然上ですね。はい、田中裕介さんは今おいくつの？37になりました。はい、相変わらずイケメンだね。全然です。かっこいい。マジかっこいい。パウロは？あ、僕は何が？年齢です。年齢ですか？僕は今年で30の、今29です。あ、まだ29なんだ。はい。わっけえな。相変わらず。あ、そうですね。はい、元気そうだね。一応元気です、はい、元気でやってます、はい、ではお座りいただいてお話ししていきたいと思います。お願いします。お願いします。2人同じ時にやってる、2012年ですよね。はい、だから僕一緒にデビュー戦出てますよね。出ます。はい、はい、ダブル田中。ダブル田中。左サイドバックじゃない？左サイドバック。そうだよね、はい、出てます。思い出した思い出した、はい。ゆうすけくんが右サイド、僕が右サイドバックで、どっちもできるもんね。そうですね、川崎ではでも右が多かった。右が多かった、はい、そうですね。パウロでもあの時なぜか左サイドバックだったね。なんで左サイドバックだった、はい、左サイドバックが怪我しまくったんですかね。誰ですか？のぼりさんとかコミさん。あ、のぼりコミ、のぼりさんコミさん、はい、福森さん、福森、あと雄大さん。4人もいるの？田中雄大でしょ？そうです、はい、いやでも怪我じゃないです。パウロが良かったんでスタメンを勝ち取って。いいこと言ってくれるね。なんでこんなにいいねこの人。このありがとうございます。すみません、ありがとうございます。でも試合終わった後なんて言われたんだっけ、ね、あれ違うっけ。監督に何か言われなかった？試合終わった後、まあいつも言われてたんで、どれのことかわからないぐらいです。何言われたの？じゃあすごい怒られてたっていう。怒られた？はい、まあもう怒られるのはつきもんなんで。好きだったんですね、多分風間さんがパウロのことを。ああ、風間さんがね。なるほど。ちょっと今フロンターレもどんどん新しいサポートが増えてきたので、お二人のプロフィールからまず、あ、ありがとうございます。いただきますので、で、もし何かそれは違うぞっていうのあれば言ってください。まず田中裕介さん、東京都出身、東光学園で、在学中に特別指定選手として横浜 F ・マリノスに登録されております。すごいですね。高校生で？高校3年生ですね。すごいね。いや、なぜかって感じですけど。なぜかでした。すごいな、はい、高校生なかなか。いや、すごいですよ。大学生ならわかりますけどね。そうですよね、はい、で、あ、ってことは俊介の後半？はい、あとサハラの方、はい、そうです、はい、そっかそっかそっか。で、マリノスでプロ生活をスタートして2011年に川崎フロンターレに完全移籍したということ で、その後オーストラリアのウェスタンシドニーワンダラーズ FC、 セレッソ大阪、マジアーノ岡山でプレー。で、2022年は東京都一部リーグに所属します渋谷シティ FC でプレーして、昨シーズン限りで現役を引退と。で、今は渋谷シティ FC の運営会社である株式会社プレーニューの執行役員に就任されている。よろしいですか？合ってます。はい、ありがとうございます。はい、すごいな。続いて田中マウロ純一選手、はい、この今日のアウトブレイカーズ唯一現役です。はい、はい、ありがとうございます。大阪桐蔭高校卒業、はい、2012年よりフロンターレ、あ、そうか、1年後に入ったんだ。そうユースケ君のね。はいはいはい。まあプレーの特徴を言うと、独特のリズムを刻むドリブル突破。で、誰が言ってたんですか、それ。誰が言ってくれたん。いや、ここに書いてありますね。あ、そうなんです。左利きのあたりが、はい、で、2014年からはツェーゲン金沢、はい、FC 岐阜、はい、レノファ山口、
松本山雅でプレー、はい、今シーズンは関東リーグ1部の栃木シティ FC でプレーしております、はい、まあ、田中パウロ純一さんのことは皆さんよく理解していると思いますが、 TikTok、YouTube、SNS を駆使してクラブやご自身の情報発信を積極的に行われているということで、はい、はい、そうです、僕のインスタにめっちゃ流れてくるの。ね、いいのか悪いのか。いやいや、だからみんな多分パールは移籍したけど、みんなパールのことは追ってると思うよ。あ、本当ですか。フロントのサポーターの方はみんなね追ってますよね。はい、ありがとうございます。いや、もうやめてからもうフロンターレの皆さんめっちゃサポートしてくださったんで、いや、もう助かってます。本当にありがたいよね。いや、めちゃめちゃありがたいです。だってパールの試合見に来て、私はフロンターレの時から見てるって、だって言う人いっぱいあるでしょ。あ、います。本当にいます。いやいや、絶対いると思うよ。 ありがたい。冗談かと思いました。冗談じゃない、冗談じゃない。腹見づらいな。もう前からです、それは。それは、それは全員ね、フロンターレ選手みんなそう思ってる。はい、そうですね。さっき伊賀さんにも言われました、絡みづらいって。なんでやねんって。いや、伊賀はもう太ってるだけだから。97キロとかないよ。97キロって、僕ら今回アウトブレイカーズのこの、まあ、このイベントやるときにグループラインが結成されたんですよ。天野と俺たち選手で結成されたんですけど、そしたらそのときに急遽井川が参戦することになりました。でそこに経歴と身長体重が書いてあったんですけど、97キロって書いてあって、これ絶対間違ってるだろうなと思ったんだよね、みんなで、ね、みんな突っ込んだら今日終わったら本当に97キロになったっていう。どうなってんのかな、あいつは。食べ過ぎだよね。そうそう、パンパンでしたね。パンパンだよね。まあ、見る価値あるぐらいパンパンだったね。さあ、今日は皆さんにフロンターレの印象残ってる試合を聞いていますが、まず田中龍介さん、はい、どの試合でしょうか。2011年の対ベガルタ仙台戦、はい、つい先日 J リーグの30周年のなってた、あ、出てましたね、ベストマッチに選ばれた試合になるんですけど、はい、東日本大震災の再開試合に、はい、スケジューリングされた試合だったんですけど、そうです、あ、そうですね、おお、はい、かっこいい、相変わらず。確か僕の記憶が正しければ、はい、はい、開幕してすぐに震災が起きてしまって、起きました、はい、開いたんですけど、その第2回目の試合だったんですね、はい、で、先制ゴールを僕が取ったんですよ、この試合で、はい、でフロンターレでの初ゴールだったんで、はい、すごい嬉しいっていう気持ちがありました。ただ仙台さんの、まあ、観客席とかすごい、もう仙台さんにすごい来てたので、あ、これは勝っていいものなのかっていう気持ちも少し芽生えたっていう感覚の試合だったよね、はい。まあ、その後逆転されてしまってベガルタに負けてしまったんですけど、なんかもうキャリア通してあの試合だけは、まあ、負けてよかったっていうわけじゃないですけど、なんかこう負けても仕方ないなっていう気持ちになった試合だったなっていう感じですね、はい。まあ、本当に今も仙台とも、ね、いい関係にありますけど、あれがきっかけですもんね。そうですね、あの後からもずっと、はい、復興支援も続いてると思いますし、はい、活動、はい、僕もその試合のちょうど持ってきます。喋りづらい、絶対ずっと喋りづらそうだった。ナイスパール、ナイスパール、そういうの持ってきます。それ持ってたらめっちゃしんどいよ。あ、大丈夫、何回か置いといた方がいい。あ、置いてます。でその試合いい、OB 戦やったんですよ。 OB 戦っていうか、そのもう仙台のスペシャルチームと千葉直樹君、仙台のね、キャプテンやってて、で俺もフロンターレのキャプテンやってたから、僕ら OB とそれから芸能人と仙台の OB と、まあ、芸能人みたいな感じでやったんですよね。だからあの時のことめちゃくちゃよく覚えてる。もう本当難しい状況で、でサッカーやれることがいかに、もうお前さ、なんか真面目な話してんだけど、すいません、後ろの方にも見えるように、あ、はい、サッカーやれることがいかに幸せかっていうことを本当あの時は感じましたし、スポーツ全くできなかったじゃないですか。平和じゃないとスポーツができないってことを知った瞬間だったんで、はい、本当に、まあ、僕もよく覚えてるし、
あれがまあ今回のね30周年ベストマッチになったっていうのは感慨深いですね。感慨深いですね。ね、はい、じゃあパウロ座っていいよ。これ大事でしたね。これはもうあのこうこのユニフォームかっこよかったですね。このユニフォームさすがに、あ、着てらっしゃる人は今日、あ、いた、いますね、いた、わー、いた、ありがとうございます。漢字が入ってるんですね。挑むユニフォームですね。挑むユニフォーム見に行きましたもん、僕も試合入る前だったんで。なんか、あ、マジで、はい、あの、クスカミが、クスカミって呼び捨て呼び捨て、先輩でしょ。すいません、先輩です、はい、クス君が、あの、点決めた後捻挫した試合です。わかりますか、グランパスか。ああ、グランパス。はい。あったあった。喜んでる時に捻挫しちゃったみたいな。なんか、あいつね、そういう節が。あいつ僕の後輩なんですよ。そうです。大学の後輩なんで。珍しい同志大学のサッカー選手だ。そうですよね。ちょっとすごい覚えてますもん、このユニフォーム。じゃあ田中パウロ純一さんの思い出のことを教えてください。あ、僕はあれですね。僕デビュー戦。そのさっき話したやつじゃん。話しちゃった。座っていいよ。さっき話しちゃったな。やべえ、話しちゃった。ああ、できた。なんで目つぶってるの。キックするとき目つぶってるのあんま良くない証拠なんですけど、これあの僕のデビュー戦のあのヴィッセル神戸との試合です。ああ、なんで目つぶったんですか。これ目つぶ緊張してたんですかね。これ目つぶってシュート打った時だと思うんですけど、はい、すごい枠外にボール飛んでいきました。はい、全てがなんか振りみたいになってる。でもこの時僕ゆうすけさんの声右側からめっちゃ聞こえたんです。打てって言ったの聞こえて、よくそんなこと覚えてる。もう、もうめっちゃ覚えてます。はい、絶対リストバンドつけてたじゃないですか。あ、ゆうすけさんつけてた、つけてた。よう吹いてました朝。人のこと覚えてるんだ。パウロはあの練習すごいいいんですよ。やっぱあの練習の時の勢いがすごくてギラギラしてるんですよ。はい、で試合出たらなんかやってくれるんじゃないかなって思うように思わせるようなことを、はい、で練習この試合出たんですけど、はい、そんな良くなかった。そうですね、あの徳良選手にずっと僕のとこ狙われてました。あのヴィッセルにいた徳良選手に。はい、だったっけ。そうゴールキックいつも僕のとこでヘディングせるって言って。そら背ちっちゃいから。はい、トックはでかいからね。はい、こっちならいけるって言ってました。言ってました。ただ その時稲本さんがあのゴールキック代わりにしてってくれて、はい、はい、かっこいいなと思って思ってました。助かってましたんで。助かってた。はい、じゃあ印象に残っている出来事続いては田中雄介さん。ファンカンです。ああ、ファンカンですね。ファンカンで、ダンスを踊らさせてもらったんですけど、まあ、でもあの頃からもう全然すごかった。まあ、俺の頃からもすごかったけど。あるんですか、まさか。やめてください。本当にちゃんとある。いや、これはやばいですよ。しかも、はい、これもう見せられたもんじゃないですね。なんですか、これ。エリーガーでしょ。事故ですね、これ。事故。ヒゲがすごいですね。これはあの僕がやりたいと言ったわけじゃもちろんないですし、はい、誰ですかね、これ。アムロさんかな。何でもかんでもアムロですね、いいと思うでしょ。あの、あれですね、川崎競馬場でやったファンカンです。あ、川崎競馬場ね、はい、昔やってるので、2011年になるんですけど、はい、あの当時レディーガガがあの流行っていて、めちゃめちゃ流行ってたね。はい、それでちょっと曲名は覚えてないんですけど、とにかくこう出落ちするやつでとにかく出てやってくれってことでやったんですね。で、ひろきさんが後ろにいるんですかね、これ。伊藤ひろきさんですね。すぐ分かりますね。こっち右側だね。これは園田かな、多分。分かんない。え、園田か。こんなか、え、こんなって言うな。もう全然分かんない。分かんないです。こんな人多分いなかったっすね。左側、ね、これひろきさん男前ですからすぐ分かります。ひろきさんそのままです。ひろきはね、確かに。でもちょっと綺麗だね、ひろきも。あ、俺は笑ってますけども、本当に全然あの笑えない感じでやってました。これに関しては。パウラはファンカンの時いつも何してたっけ。僕はなんかあの
前に出されて一発芸しろっていう。あー、はい、つかみの挨拶、つかみの挨拶でめちゃめちゃ滑って、はい、いつもじゃん。あ、いつもです。はい、ちょっともう覚えてますから全部。あ、そういうのも。そうだ、あのパウロは表に出、表の時にもやってくれるんですけど、あのロッカールームで誰も見てない時に2人とかでもやってくれます。パウロなんかやってって言うとやってくれるんで。あ、そこら辺がすごい、あの人間性が素晴らしいなと思ってますね。あ、まあ、はい、それはいいね、本当にね。パウロは印象に残った出来事はフロントアレ、僕印象に残ったのは あれだと思ったんですけど、デビュー戦やと思ったんですけど、いや違います。はい、すいません。